今から始まります。はい、みなさんこんばんは、YouTube 配信ライブ見てくださってありがとうございます。今日は浅草のジョズバーマルスから、2人で、デュオライブをお届けしたいと思います。ギターは松原よしふみそう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 、そしてボーカルは私伊藤香織、そして2人でまったりとお届けしていきたいと思います。見てくれてる皆さんありがとうございます。あ、こんばんはって書いてくれてる、ありがとうございます。ではでは、あ、すごいね、コメントが来始めたので皆さん流れてるね。ん？もしかして、もしかする、これはこういう風に映るものじゃないの、もしかしてこれ全体像なのかな。え、質問してみる？じゃあ、あ、ちょっと待って、手探りでね、そうそう、すごいよ、2人でね 3つのカメラを操縦しながらお届けしようと思うので、うん、大丈夫ですね。はい、じゃあ行きましょうか。これかな。はい、では If I Were a Bell という曲からお届けしたいと思います。Words say all I can say is if I were a bell, I'd be swinging from the moment that kiss tonight. And that's the way I've just got to behave. But if I were a lamp, I'd light. Oh, if I were a banner, wave, ask me how to fail. Lead me with my clothes upbringing. Words say all I can say is if I were a bell, I'd be swinging. If I watch I'd start popping my spring. But if I obey everything, dun 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 dun. As if I were a bell, I'd be swinging from the moment we kiss tonight. And that's the way I've just gotta behave. But if I were a lamp, I'd light. Oh, if I were a burner, I would ask me how to I feel. Let me go cry with upbringing. Well, sir, all I can say is if I were a bell, I'd be swinging. If I watch I'd start popping my spring. Oh yeah, yeah. But if I were a bell, I'd be ding dong, ding dong. I were a bell, I'd be ding dong, ding dong. I were a bell, I'd be ding dong, ding dong, ding.
If I Were a Bell という曲をお届けしました。すごい楽しいね、この今ね私手元でカメラアングルをこう操作しながらお届けしてるんですけど、ありがとう、見てくれてる皆さんありがとう。ではでは、今日はですね、通常のこういう、ライブをしつつ、最後の方にライブが終わったら、いや、まあ、ネットは多分ネットじゃない気がする。あ、来たかな。あ、帰ってきた。帰ってきました。再起動しました。あ、どうかな。どうですかね。編集しよう、後で編集。見てくれてる人ね、そう、ありがとう。減っちゃったねそうだよね、一回どうしようってなるもんね。すごい、でもトマトって言われてると思うよ。戻った、復活しました、ごめんね。パソコンもスマホも同時にトマト、ごめんどっちもで見てくれてる、なかなかの。でもなんかいいね、画質が。5万円なんですけど、すみません。ちょっとね、今日はね第1回目の配信ってことで、ちょっと復活した、ごめんね、お待たせして。多分これアーカイブ残すけど、一回編集するかもいろいろチョキチョキして、もう一回アップロードするかもしれないんですけど、皆さんありがとう。ね、ちょっとねまだいろいろ手探りだったりして、歌の途中でなくていうか、確かにいいこと言う、ポジティブ最高ですね。そうだわ、確かによかった。じゃあ続いてなんですけど、見て、私アングル変えるのすごい楽しい、ほら松原よしふみくんのアレンジの、Close to You をお届けしたいと思います。Like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me.They long to be close to you. On the day that you were born, and just get together and run, decided to create dreams come true. So the spring comes in the heaven, golden star that in your eyes of blue.This is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be
were born and just got together from deciding to create dreams come true. So they sprinkle monarchs in the heaven, golden starlight in your eyes of blue. This is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be. Just like me, they long to be. Just like me. Just like me, they long to be. ありがとうございます。私思ったことがあるんですけど、あ、はい、そうだ、はい、MC マイクね。いや、曲間でアングル変えるもんじゃないなと思ったの。そうそう、曲中っていうか、はい、これあんまりやってると集中できないよね。自分でやるよくないと思いました。難しいんだね。すごい見てるよって、ありがとうございます。 ありがとうございます。ありがとうね、みんなさん。あ、松原さんソロかっこいい。そうだよね、ほんとね、ありがとうございます。かなりね、無理して、はい、無理してスイッチングしてますからね。そうですね、あれカツカツ言ってました。そうですね、そうなんだよね、無理してる、かなりね無理した感じで、なんかさ、でもすごい楽しくて、これすごく、なんか、いや綺麗ですね、絵が。本当ですよね、自画自賛にも程があるんですけど、スイッチャーズ欲しい、あ、欲しい、あ、あった方がいいってこと、やっぱり。あ、ごめんなさい、ちょっと危ないそれ。この辺に置きたいんですけど。あ、はいはいはい、ありがとうございます。あ、すごい視聴者の方がたくさん増えてきて、なんか違うんだ、ちょっとごめん。すいませんね、スイッチャーあった方がいいよね、やっぱね。私がもうちょっとね頑張れればいいんだけどね。あの、そうそう、ちょっと頑張るね。まあ、歌わない時でいいんじゃないですか。そうですね。だから、でもいいこと思いついたんだけど、自分が気まずいときは相手の画像にしちゃえばいいです、いいですよね。やりましょうか。すいません。あ、ほらほら、お騒がせしてるときとかはもう完全に私映さなくてさ、あのね、バタバタしてるときは、そして落ち着いたらまた戻せばいいってことですもんね。めっちゃいいねって、あれ、ありがとう、翼っち見てくれてるんだ、ありがとう。え、良いよね、すごい。今日ね、一眼レフ2台とコンデジ1台、そしてやっぱでもこのバーのこのやっぱマルスのこの色味というかね、全体的なあったかさがすごくねいいなとか思いますけど、私ね、これ昨日なんかあの配信します、一昨日ぐらいかなんか言って、あの YouTube の登録者数が少なすぎて、あの見てくれるかなと思ったけど、すごい15人ぐらい増えてくれて嬉しいですね。そうそう、まあそんなこんなで、だちょっと喋ってるところはね、後で多分カットするかもしれないんですけど、あ、ごめんね、ちょっとマイク持ってくれてる。いや大丈夫ですよ、大丈夫です、どうぞどうぞ。はい、ではでは、ファンとの交流をしてください。いいですか、ありがとう。みんな、ちょっとめっちゃ笑い転げてるやん。おもちゃもらった子供のように、そうでしょう、そうそう、その通りですよ。もうめちゃくちゃ楽しいもんこれ。あとでちょっとあの1曲ソロでやってもらいたいと思うんで、あのその時私カメラワークやるんで、よろしく皆さん。でね、そう、みんな笑い転げてるけど、そんなに面白いこと言ってないんだけど。私の性格がおかしいなってことでしょうね、多分ね。ではでは、ブラックベリーウィンターという曲、まあ、冬っていう言葉入ってるんですけど、5月のね、あのブラックベリーの花が咲く頃を花冷えの季節というふうに表すんです、アメリカでは。なのでその時になると、ふとよぎるあなたの、あなたへの思い、あなたへの面影とか、そういうことをもう忘れていかないとな、ライフゴーズオンなので、もう
どん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 人生は進んでいくし、もう憂鬱じゃなくてハッピーな5月1日迎えたいなっていう歌詞がついております。お届けしたいと思います、 Blackberry Winter。Without a burning, just when you think that spring's around to stay, and you wake up on a cold, rainy morning, just when it from the north became of May.Just a few days, just long enough to get you feeling sad, and you seem to know that love that I wasted on someone who you never really had. I'll never get over losing you, but I had to learn that life goes on, and our memories color them like a half-forgotten song till the blackberry winterReminds me that you're gone. I get so lonely most of all the springtime. I wish I could enjoy the first of May, and you seem to know that blackberry winterIt's not so far away. Get over losing you, but I had to learn that life goes on, and the memories grow dim like a half forgotten song till the blackberry winter remindsThat you gone, I get so lonely most of all in springtime. I wish I could enjoy
The first mate, you seem to know that blackberry winter. It's not so far away. Blackberry wants her. ありがとうございます。パチパチってしたくなっちゃうね、自分でね。この間ここでライブ配信やった時に4人もメンバーいるんですけど、誰も聞いてないっていうか、目の前にはね、マスターはお店にいてくれてましたけど、パチパチをねなんかしづらい感じだから、シーンってなってても、ドラムの秋葉さんがずっと最初、一番最初にもう下で拍手してくれてましたけど。すごいね。MC のさ、マイクさっきのって聞こえてちゃんとはっきり入ってたのかな。あ、本当ですか、よかったよかった。皆さんなんかもしさ、歌もギターも素敵、ありがとうございます、なんかあったら言ってくださいね。もうちょっとあれ、こっちのボリューム大きい方がいいなとか、なんかこういう風になってるよとか、カメラアングル間違えてるよとか教えてくださいね。私たまにね、自分のこうアップのやつだけずっと押しちゃったりとかするの。この絵がすごいですね。これ多分一番いいカメラだからだ。あ、そうですね、うん、そうそうそう、いいレンズ、いいレンズで、このカメラあれですよ、ヨッシーが持ってるカメラと同じやつですよね。これは違いますね、これはああ、そうかそうか、うん、これは違うんだ。これいいんですよ、はい、こっちが僕のと。あ、そうですね、そうですね、まあ、でも結局レンズなんで、なるほど、ね、まあ、カメラの話してもしょうがないんですけど。そう、そうでしたね、レンズで撮るんですよ。はい、確かに確かに。かイエーイつって、 ありがとう、見てくださってる、嬉しい。なんか入れ替え立ち替えね、皆さん見てくれて嬉しいです。本当にリアルタイムどうかなって 見に来てくれるかなとか思ってたんですけど、嬉しい。やっぱね、見てくれてるって思うだけで全然違う。いや、もう本当ですよ。これ3人だったら悲しいですからね。え、そんな時ある？いや、ない。ないよね。そうだよね。それはない。1万人もだって登録者いるもんね。背景のボケ感が素晴らしい。さすが。いい、お目が高い。さすがでございます。そういうことだよね。そう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 。背景ね、そうそう、綺麗にね、ぼけるようにね、ちょっと頑張ってるんだ。こちらの声援をお届け、音で、ん？ここで声援の音を届けた。え、本当だよね、ありがとう皆様。パチパチってしてくれてるのをってことだよね、嬉しい。ではちょっともう一曲私歌って、一曲はさ、ちょっとギター弾いてもらいたいんですけど、ギター弾いてもらって弾いてるわっていう話ですよね。はい、ギター弾いてますね、はい、さっきから、はい。最後からずっと。ギターソロもちょっと1曲ぐらい聴きたいじゃないですか。どうしてもね、カメラマンをやりたいんですよ、ね、ごめんなさいね、そうなんです。動機が不純ですよね、出役じゃないのか自分はっていう。ね、カメラの三脚に分かる人いると思うけど、こう棒がついててこう、ね、自分で動かせるんですけど、もうどうしても私は何なんかして、それをやるほどいい三脚じゃないけどね。そうですよね、ガクガクガクってすると思うけど、カカカカってね。私 の腕に任せてください。なんとかと三脚は使いようっていうじゃないですか、任せてください、はい、というわけで、はい、You and the Night and the Music お届けしたいと思います。あ、サウンドもいい感じになって嬉しい。はい、どっちだっけ。Night in the music, thrill me by everyone. Set in my being completely on fire. You in the night and the music, thrill me by everyone. After the night and the music, I dance. Unto the pale light of dawn in the daylight, our hearts will be throbbing in darkness. Morning may come without warning.Take away the stars. If we must live for the moment, love to the moment is true.
After the night and the music that will I have you music fill me with flammy desire, setting my being completely on fire. You in the night and the music drew me, but we've been one. After the night and the music, I am done. And to the pale light of dawn in the daylight, words will be throbbing guitars. Morning may come with that burning and take away the stars. If we must wait for the moment, love to the moment is true. After the night and the music, that will I have you? Will I have you? Will I have you? なんかここの熱を伝えてあげたいですよね、みんなに熱画面越しにこう もう息切れするぐらいの感じ、素晴らしい。松原よしふみ、ありがとうございます。それではちょっと私は、一旦失礼して、カメラマンになりたい、どうしても。そうなんです。でもその どうしよう、これでもずっとね、このアングルがね、そうなんです、これを持って、いやだから結局カメラマンしながらスイッチャーって無理なんですよ、どっち結局は。なるほどね、うん、難しい問題ですね。一回休憩します。どう休憩します、だってもう曲もないんでしょ。ありますよ、待機してます。ああそこに、はい、覚えてないね。その後インストって覚えとこうと思って。あ、はい、じゃあいい、もう私のカメラコーナーとか。いいじゃん、もう一人今度連れてこよう、スイッチャーを。確かに。いやちょっとじゃあさ、ちょっとさ、長めにソロやイントロやってください。その間だけちょっとだけやらせて、お願い、ごめんちょっとね、ちょっと待って、ちょっとやりたいことがあるんです。これはね、みんなにね見せてあげたこの画質の良さで、これで、そう、このカメラで、このただのカメラオタク。いやそうね、やっぱね、手元、ギタリストのね手元をね見せてあげたいんだ。ちょっと待ってて、カメラ触らないで。あ、そうなの？
Restless as a willow in a windstorm. I'm in jumping as a puppet on a string. I said that I have spring fever, but I know it is in spring. I am stoutly-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Why should I have spring fever? But I know it is in spring. I keep wishing I were somewhere else, walking down the strange new street, hearing words that I have never heard from a man I've yet to meet. I am busy as a spider spinning daydream. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus over rosebud, over robin on a wing. But I feel so gay in a melancholy way that in my lips will be spring. It might thank you.
as fierce as a willow in a windstorm. I met Jumpy as a puppet on a string. I said that I held spring a favor, but I know it is in spring. I am stoutly, I am vaguely discontented like a nightingale without a song to sing. Oh, oh, why should I have spring fever? But I know it is in spring. I keep wishing I were somewhere else, walking down the strange new street, hearing words that I have never heard from a man I've yet to meet. I am busy as a spider spinning daydream. My mind's getting used to be beyond a swing. I haven't seen a crocus or a probable spider or a robin on their wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. It might as well, yeah, yeah, it might as well be spring. It might as well. マイドアズベルビースプリング春のごとくっていう曲お届けしました。ありがとうございますね。ナイスギターですよね。ネックを這いずり回る指がセクシーこれフロムメンですからね雲行きが怪しくなってまいりました。アップにした効果が、いやこれねめちゃくちゃいいと思うんですよ。どうですか、ほら、あもうあ、それ、あ、それになってるんだ今度。香りドアップがないじゃないですか。ないんですよもうね。私とかはもうなんかでもこれはなんか本当にすごいいいと思ってそうそう自分ドアップカメラ、自分ドアップカメラいるでしょ。ちょっとじゃあそのこの間ちょっと喋っててもらって、はい、私がじゃあ、はい、カメラ戻そう。あ、俺が喋るんですね。すいません、あの伊藤香織ファンの皆様お邪魔しております。ちなみにこのカメラだけね、僕を写してるこのカメラだけちょっとグレードが低いっていう、なんか色味でわかると思うんですけど、はい、そうカメラやってる人結構多いですか。そう、ああね、最近ね増えてると思うんで、カメラも何気にブームですからね。戻りましたか。あ、戻りました。どうでしょう。ほら伊藤香織カメラいいんじゃないですか私だけ狙うカメラそう、何ですかこの過密屋でもさ、私さ今日もっとかっこよくやろうと思ってたライブ、なんかふんって感じでやろうと思ってたのに、なんかこんなおちゃらけちゃったよね結果。ということですか、あ、しゃべりがですか。そうそう、もうちょっとなんかそれは知らないですよ、勝手にやってください。そうですよね、もうちょっとなんかさ海外のあのジャズラブみたいな、なんか Thank you for watching my video みたいな感じにしよっかなと思ったんですけど、だいぶもうあれですね、字が出ちゃいましたね、もう。カッコつけても始まんないってことで、よっしーって書いてくれてる。あ、あー、藤沢さんありがとう。藤沢さん絶対よし合ってるもんね。そうだね、じゃあ行きますかなんか私この曲いつも歌ってるよね、うん、ね、どんだけ好きなんだろう。でこの曲ね、ピアノで弾く練習するのすごい楽しいんですよ。演奏するの楽しいよね、あの弾くの楽しいよね、楽器。本当ですか。本当、私ここを半音ずつこう、あ、なんでもないですやったりとかで、ここで出会うみたいな、あ、いいなみたいなとかやって、何も伝わ
あ、ごめんなさいごめんなさい。だからこういうところなんでしょうね。すいませんね皆様。ではでは。ネックの先はもうボケてるから F 行って、あ、すごいね、 F 値までわかる。すごくない？F ね、そうですね、 1.7 なんですよ。あれいいレンズをねちょっとねゲットしちゃいましたけど、じゃあ行きましょう。ノーマーブルース。あ、どうやってやりましょうかね。なんかお任せします。はい。Going back home, no more blues. I promise no more to roam. Home is where the heart is, the funny body is, my husband brought it all along. No, no more tears and no more sighs. No, no more fears. I'll say no more goodbyes if trouble back on me. I swear I'm gonna defuse, I'm gonna say no, there'll be no more blues. Every day while I am far away, my thirst and homeward, forever homeward. I'll travel around the world in search of happiness, but all the happiness I found was in my hometown. No more blues, I'm going back home. No more juice, I threw wisdom of wandering. I'm settled down, never from my final man. I built a home of yours, settled down. There'll be no more blues, nothing but happiness. If you're settled down, there'll be no more blues. Trouble back.
is where I'm gonna refuse. I'm gonna settle down. There be no more blues. Every day will I am fed up with my thirst and hunger. Forever hungry. I've traveled round the world in search of happiness. But all the happiness I found was in my hometown. No, no more blue buffers. I'm going back home. No, no more tears. I threw away all my wandering. I'm settled down. Never broke my heart. I made and built a home of yours. Settled down. There'll be no more blues. Nothing but happiness. And we'll settle down. There'll be no more blues. Nothing but happiness. And we'll settle down. There'll be no more blues. No more blues. ありがとうございます。 No more blues. ああ、カメラ楽しいな。いいですよね。なんかちょっとだけ慣れてきたんですけど、私カメラ。そうそう、こういう時は私だけ映すみたいなね。そう、ちょっと私アングルだけでちょっとお届けしてみたんですよ、さっきワンコーラス目。気づいてました？私だけ映してたんですけど、そういうのもあっていいかななんて思って見た。ありがとうございます。カメラが違いすぎましたねって書いてある。いや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 、全然ありがとうございます。どうしましょうかね。あと何曲ぐらいやりましょう。 お好きなように。本当ですか？じゃあ納得いくまでとか、あと1時間ぐらい、小1時間ぐらいやりますか。ありがとうございます。トイレ休憩を挟んでくれれば何でも。あ、そうですか、うん、本当ありがとうございます。はい、ね、そうなんですね。まりに見る汚い譜面ですね。そうなんですか。ちょっとね、次の曲の譜面私もいただいたまんま使ってるっていう、本当は良くないんですけども、まあそういう曲もあるだろうよということで、どうでしょう。多分アプリとかで見た方が見やすいんじゃんっていう感じですよね。そうですね。あ、そう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 。ではでは、私の王子様どこかなっていう曲なんですけど、迷える子羊なんだけれども、シェパード、まあシェパードってあれですよね、シェパードがどこなのかっていうことをね言ってるんですよ。可愛らしい曲、これ CM で多分聞いたことある人も多いかと思うんですけども、Someone to watch over me って曲をお届けしたいと思います。配信時間に制約ないないないですよ。ドリンク休憩です ね。確かにドリンク欲しいね。ドリンクっていう言葉ですね。As I say no, say that love is blind. Still we often told seeking ears shall find. So I'm going to seek and settle it at the head. Am I? Looking everywhere, haven't found him yet. He's a big affair I cannot forget. Only when I ever think of with regret, I'd like to eat his initials to my mother cry. Tell me, where's a shepherd for this lost land?
to somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone full of watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always, always be good to one full watch over me. Although he may not be the man some girls think of as handsome to my heart, he carries my key. Won't you tell him please to put on some speed? Follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me. Won't you tell him please to put on some speed? Follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me.
イエーイ、ありがとうございますありがとうございます。ずっと見てる、ありがとう。腕上げたいよ言うてくれてありがとうございます。私なんとなく誰が誰か分かってるんだけど、腕上げたいよって何の腕なんですかね。配信の腕、配信の腕かもね、あのカメラ、画像、歌のこと、配信のことみたいな。あ、私なんだろう、プラス思考だから、そう、歌だなと思って、はぁとか思って幸せなことでございます。でもワンオペ、まあ2オペですけど、はい、まあスタッフゼロ配信の中では、う、ね、はい、もう過去最高じゃないですか。ここまでやってる人いないでしょ。いないと思うよ。バカだもんこれ。歌いながら歌いながらスイッチングしてるとかアホだもん。ちらっと見えるかなこれ。ここに今ね、うん、あのスイッチャーがあってこれでこう、あ、このようにですねスイッチングしております。しておりますこんなことやってる人いないよね多分。いないですね他にも。なんでだろうね。いや頭悪いのかな、やっぱ違うのかな。でもなんか楽しいよすごく。歌声の腕だよって言ってくれてますよ。ほらさすが。私この視聴者に甘えるっていうのは本当良くないと思う、すいませんすぐね、じゃあどうしましょう。なんか平和に終わりたいので、そうですね、どっちかですね。どっちがいいですかね。じゃあそうしましょう。The days of violent verses like love and run away like a child at play through the meadowland toward the closing door and tarmac nevermore. The words in there.Before the lonely, lonely night, this closes. Just passing breeze filled with memories of a golden smile that introduced me to.Days of violent mercies and you. The days of violent mercies life run away like a child at play through the meadowland toward the closing doorA doormat never more than the words in there before. The lonely, lonely night is closing. Just the passing breeze filled with memories of a golden smile that introduced me to the days of violent roses and you.Thank you.
the hard days of wine and roses. Love run away like a child at play. Through the middle and toward a closing door, the dog might never move over. There wasn't even for that lonely, lonely night is closest. Just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to. Of wine and bruises, the days of wine and bruises, the days of wine and bruises, and you. ございました。というわけで。あ、そうなの？もう終わっちゃった？いや、あの、回線が不安定になりました。あ、なるほど。なんかね、でもこの後ちょっとヨッシーになんかさ、インタビューしようと思っていくつかなんかさ、質問を持ってきたんだけど、そういうのいらない？まあいいですよ、じゃあちょっとやりましょう。ちょっとやりましょう。ちょっと多分ね、僕の声が少し小さいので、はい、ちょっと直します。いや皆さん本当今日ありがとうございます。はチェック、はい、じゃあちょっとその間にいつもさ、ライブの録音してるやつ流してるじゃないですか。あれって、MC とかどうなんですか？切ってるんですか？ライブの録画、ライブの録音してるやつかな、全部映像、動画でですか？配信じゃなくて。そう配信じゃないか、あれは。そうか、後で編集してますもんね。配信はあんまり僕のチャンネルではそんなには、部屋でやってるのしか。そっか、これなんで俺のアルバムのをスマホで流しながら、ちょっとかけようかなと思って。せっかく喋ってる間さ、BGM ないと寂しいじゃない。これそんな入るのかな。入ってると、ほら入ってる、すごい入ってる。音量大丈夫かな。ちょっとは入るか、ギターで。どうですか BGM、 音量大きいかな。ちょっともしよかったら教えてもらえるとありがたいな。大丈夫かしら。あれ、これかかっ、今ねついてるよね、うん、入ってるか入ってないか聞こえる、かすかに聞こえるぐらいだと思います。それだとじゃあ大丈夫じゃない、こんな感じでいいですかね。自分のアルバム聴くのなんか何年ぶりなんですけど、嫌ですねでもエンジェルズシェア今だって解説してるんでしょ。あ、まあエンジェルズシェアは、はい、まあ、ずっと弾いてますけど、こういう他の曲とかアルバム以来弾いてなかったりするんで。あ、いい感じです、やったあ、私せっかくね、あの質問考えてきてね、あのもメモ帳に入れてきたのに今ねスマホでかけちゃったからね、なくなっちゃった。いや考えてきたんですよ。覚えてないですか。いやよし、なんかでもなんかの対談動画みたいなやつで、あの布川さんかな、そう、なんでギター始めたんですかとか、もう散々やってたの、オンラインサロンどうなんですかとか。あ、だからもうそれはいいのかなと思ったんですけど。オンラインサロン、はい、どその質問とかね、なんだろう、なんでギターを始めたのか私知ってるからなみんな知らないもんねなんでですか。いや、なんか中2の時にキンキキッズがギター弾いてて、中2じゃない小6だの時に、あれだったらできるかもと思う、はい、あれだったらできるかも。まあなんかその前バイオリンをずっとやってたんで、はい、3歳から。そうだ、そういえばなんか言ってたバイオリン。でも小2ぐらいでやめたんですよ。あ、そうなんですね。やめてなんか楽器を一切弾かなくなっちゃったんで、はい、なんかそれはそれで寂しいなみたいな、なんかパッと取って弾ける楽器があったらいいのになみたいな感じなんだけど、バイオリンってちっちゃい頃やってたやつはサイズがちっちゃいんで、確かに成長したらそれはもう家にあったけど、うん、弾くもんじゃないんですよ、うん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 、大人用サイズはうちにはなかったんで、それになる前にやめちゃってるので僕は。そっかそっかそっか。なのでじゃあまあなんか、じゃあなんか
あるかな。で母がピアノの先生なんで、あじゃあピアノやるかっていうとちょっとそれは反抗的な感じなので、うん、やんねえぞみたいな、うん、ピアノやっとけばね今こんなことにはなんなかったかもしれないし、ピアニストになってたかもしれないんですけど。でピアノ上手いじゃないですか普通。いや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 、あの弾き語りとかもできないぐらいの。本当ですか、はい、弾き語りってすごい難しくないですか。私すごい思うんですけど、まあやってるけどね、ギターでも。いやでもギターでもやっぱ歌い出すと途端にギター下手になるんで。そうなんです、やっぱ割引されちゃうでしょ。そうそうそう、だいぶ8割引きぐらい。そう思う。いやいや8割引きは言い過ぎやけど8割引きされる。そんなにも割引かれてないけど全然。あのね、松原義文くんのYouTube とホームページは一応私のこの概要欄に載せてるんで、ありがとうございます、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。あ、そうそう、ぜひ。あ、ね、それでその話したかったの。先日1万人突破しまして、あの登録人数がすごくない？何年かかったんですか？ああ、ちゃんと始めてから1年半ですね、うん、1年半で1万人って。ちょっとし、私どういうこと？私最初にアップしたの8月で、うん、でそんな連日上げてないでしょ。上げてない。つい1月に2本上げたんですよ、今日のも入れて。あで3本でなんと90人、うん、いやまあ音楽だけ上げてたら難しいですよやっぱ。そうか、あと9900人誰か登録してくれたらね嬉しいのに。あのそうなの、伊藤香織、はい、エクササイズとか言って、あの薄着でダンベルとか上げてたらすぐ伸びるかもしれない。それエクササイズ動画の人ディスってるよね軽く。いや私でも さっさと伸ばす方法みたいな。確かにそうですね。もうだからね、まあいいや、あんまりこう公共の電波でこういうことやろうとか言うのよ。いやでも私ねやりたいこといっぱいあるんですけど。まあでも何でもできますからね YouTube は、自分のアイデア次第で。と時間かけるだけで、時間がかかるんで大変ですけど。確かに、うんね、編集して、だって撮って編集して文字入れたりサムネイル作ったりして大変だよね。そうですね、編集、うん、まあ一時期凝ってやってらしてて、うん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 、まあちょっともうしんどいかなみたいなので、なるべく時間かけないで上げる方法とか。編集したからって伸びるわけでもないし、うんうん、あ確かにその通りかもしれない。なんかね本当もだから私はできれば配信したものそのままアップする方向でいきたいんです。まあそれもありじゃないですか。そう、うん、もう即席感否めないけどね。けどそこに後で編集を加えるというのもいいかなとは思ってるんですけどね。だから何かに笑い転げてる人いるけどなんか私そんなおかしなこと言っちゃった。そうだから私ね、でもとにかくみんなに一つ断言します、私1000人登録者数が欲しいんですよ。なんでかっていうとスマホから配信ができないんですよ今。あまあちょっとそう YouTube の仕様で、まあでも絶対 PC パソコンからやった方が絶対いいんだけどね。まあね、うん、そうだね、うん、いいんだけどね。スマホから配信確かにね、トークの人はいいかもしれない。あでもそうだよね、裏技使わず数で伸ばし裏技使わずに、はい、薄着でエクササイズやめます、やりません。いやそれ裏技じゃないですよ裏技っていうのは登録者数を買うとかそういうのが裏技ですじゃあ分かった、私のこと登録した人に100万円あげるよって言って。あまあそれもなんか前澤さん的な感じですねそしたらさ多分10人ぐらいはすると思うんです。で私が嘘ついたって分かって8人ぐらい登録者消える、でも2人増えてるからいいのかなどうなんだろうなんだこの会話どうでもよいよねどうでもいい会話。違う、なんかね、そうだアメリカ行ってたじゃないですか長く、はいはい、4年ぐらい5年ぐらいアメリカは。そうですね6、7年いました、はい、でなんか私ほんと海外行きたくてうずうずしてるんですけど、まあ今ちょっと行けないじゃないですか、うん、でアメリカやっぱ楽しかったですか？もう一回行きたい、まあ、いやもう楽しかったですけど、うんまあ、今行きたいかと言われると、うん、うーんって感じ、うん、まあまあ旅行で行く分にはいいんじゃないっていう感じですけど、まあでもやっぱ20代後半まではニューヨークで音楽やりたいなとはずっと思ってましたけど、なんかちょっと真面目な話、最近のアメリカあんま好きじゃなくて僕がなるほどそうそうそう、なんか、はい、うん、なんで、うんうん、まあ別にあと日本でこういっぱい いろんな一緒に音楽やるいい仲間がたくさん見つかったので、うんうんうん、なんかそうなると思ってなかったんですよ帰ってきた時。へー、あーなんかアメリカのミュージシャンの方がみんなすごいし
でまあまあ、アメリカではアメリカで自分のやっぱ仲間がいたのでこの人たちと音楽やっていきたいなと思ってたけど、まあ、日本帰ってきていっぱいこう今自分が一緒にやってるような自分のバンドのメンバーみたいな人がこう徐々にこう現れたというか見つかったというかいう感じなので、まあ今やりたいことある程度できてるから素晴らしい、うん、いいな、まあ、旅行で行くぐらいで、うん、日本でやってて楽しいからいいかなという感じではありますけど、アメリカにいた時ってなんかガールフレンドとかいたんですか？なんでなんで、まあ、いた時もいなかった時もその、はいはい、いやなんかそういうの聞く人、金髪美女と付き合ったことはないです。あ、本当？はい、ないですね。そうなんだ、うん、なんかそういうの聞く人いないからきっと多分こうぶっ込めるの私ぐらいかなみたいな台湾人と付き合ってたこととかありましたね。そうなんですね、はいはいはい、うん、綺麗な人多いようなイメージがあるけど、まあまあそんなことないか。世界中ね、どんな人もまあ綺麗綺麗じゃないのさ、うん、あの基準だってその今で私すごい思う、今すごい多様性あるよね。何の話？いや人の 美ってなんだろうって話ですよ。あ、本当に多様性めちゃくちゃないですか、まあ、もうなんか何でも素敵じゃない、もうなんか逆にタイプとか好みはあるけど、うんうんうん、もう誰も彼も素敵じゃないですか、その人のなりの私はこう見せたい、僕はこういう風に振る舞ってたいみたいな自分で いる人たちってもうなんか素敵じゃない、もはや。あ、まあなんか自分を持ってる人はそれだけでね、そうそうです、素敵ですね。なんですかこれは、ジェンダーフリーの話ですか？でも本当に今ねジェンダーの話がねどんどんねデリケートになっちゃってすごい難しくなってるんですよ。大丈夫、17人しか見てないから何言っても大丈夫でもさ、よくさこんな喋ってて減らないなと思うの、みんなよく見ててくれてるよね。でもトータルではだから85見てるでしょ。あ、すごい。じゃあ通りすがっ、チラミも含めたら85、通りすがってくれてる人ドキドキするねこれね、うん、なんとうちのお母さんがFacebook に楽しみにしてますってコメントして、いやそれの直接連絡してよとか。お母さん、お母さんコメントいいですね。お母さんコメント来ちゃった、うん、素敵ですね。ちょっと恥ずかしいですね、ドキドキします。でも嬉しいね、こんな見て。でももしかしてこれ私たちが知ってる先輩ミュージシャンとかもチラッとかやってるかもしれないんですよ。あ、まあ、そういうのドキドキするよね。しない？ちょっとね、嫌ですよね。もうしないよね、そんなどうでもいいよね多分ね。いやちょっと嫌ですよ、ミュージシャンに見られるのは。特に一人でやってる僕家の配信ミュージシャンで見られるのすごい嫌ですね。え、YouTube のやつでしょ？そうそうそう、あれ面白いですよね、なんかね一人でやってるやつ、なんかこの間ソネマオが見ててお前帰れとか思ったお前は見るなとソネマオさん、トランペットのね、すごい素敵なコメントしてきて、お前は見るなと思ってそれ私の一昨日の小瀬さとみが見に来たのみたいな感じですよね。ああ、まあでもあれはまあ、だって演奏してないでしょ、うん、してた、してた、弾き語りしてた、弾き語りしてたんだ、弾き語り、それちょっと嫌ですねとある私配信アプリでポコチャってアプリでいつも配信してて、結構ね1年ぐらい続けてるんですけど、そこの配信が突然サーバーダウンしちゃって、もう一斉に配信できなくなった時間が出ちゃって、そしたらね一気にみんながインスタに流れてきたらしいんです。でインスタもちょっと重たくなっちゃったことがあって、その時にフラッとこうなんか私歌途中でブチって切れちゃって、うわーと思って、これはちょっと歌い切りたいと思ってインスタに行ってわざわざ歌ってた。そういうことなんだ、うん、なるほど、ね、しかも名残雪歌ってたの医者お待ち君の横で僕はで切れたら嫌でしょ。インストは相当知り合いが見に来ますよね。そうなんです、うん、その、まあ、時間がねもう12時ぐらいだったからすごい少なかったんで、知ってる人直で知ってる人少なかったから結構のびのびやってたんですけど、あでも来ましたね、川本裕二さんも見に来たし、インスタって出てくるからね、ポコちゃんはやってないと見れないけど、そう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 、だけどインスタはね私のフォロワーさんみんな知り合いばっかりいるからドキドキしますね、ほんと。だけど面白かった、あれジョインできるから、例えばヨッシーが見に来てるときに私がジョインのボタンを押したらヨッシーに連絡がペペペってくるんです、参加しますか、しますって。そうすると自分の顔が映っちゃうわけ、ね、そう2画面になって会話が できるんですよ。まあちょっと遅延があるから、うん、やったことある、セッション、あやるかあるか、うん、すごい面白かったあの時。そして相手の方のフォロワーがブワって入ってくるから、なんかすいませんってなっちゃってでもその代わりそれで歌素敵なんでフォローしましたとか言ってくれる人いて、あ、なんかさとみありがとうみたいな感じの人のふんどしで相撲取っちゃったみたいな感じだったこう香織ファンは、うん、今見てる香織ファンたちは、はい、東京近辺の人なんですかね、それとも。いや全然違う、ポコチャ流れ、ポコチャから流れてくる全国の人とかもいるわけですか。これ
なんかあれだよね、まあ、誰がどれとは言わないけども、長崎、岡山、長野ですね、とかの人ですね。すごい、みんなの居場所を知ってるんですね。知ってる知ってる、まあ、なんかなんなら住所知ってるあの CD をね、送らせていただいたんですよ。 CD 送ってるからね、はい、うん、そうなんですよ。でもすごいよ、長野からね、あのライブ聞きに来てくれる人とかね、愛知から来てくれる人とか増えました。ありがたい、ありがたい、すごい、それは。そうそう、本当ね、すごいと思って、うん、配信すごいと思った、で、オンラインサロンやってるじゃないですか、うん、今何人ぐらい登録してるんですか。サロンは、うん、ちゃんと入ってる人が75とかそれぐらいじゃないですかね、うん、その、うん、やっぱ全国の人いるじゃないですか。あ、いますいます。それなんかさ、なんか他のどこだっけな、地元歩いてたらなんか松原さんですねって言われたとか、前エピソード言ってませんでしたっけ。あ、でもそれはね、うん、全然なんかやる前、あ、そうなんだ。まだ1000人とか YouTube 行く前に、あ、でもサロンやってたかも。うん、なんかサロンの人って言ってた気がするよ。あ、違う、 YouTube の人か、とかな。京都で川見てたら、うん、松原さんですよねって言われたことはありますね。でもそれドキドキするよね。それは、うん、でも今だったらまだなんとなく1万人いたらわかるんだけど、でも1000人行く前の話だったんで、まあそれは本当たまたまその人がジャズギターやる人だったんだと思うんですけど。あー、そうだからね、うん、でもさ、画面でしか会ったことないんです、話しかけれないね、まず。あの、会ったことなければ間違いかもって思うから、うん、その人結構すごくメンタルがいいよね、面白い方ですね。関西だし、分かんないけどなんかね、そう、私ね、あのゆりえちゃんってボーカルのお友達がいるんですけど、その子ね、兵庫出身なんですけど、その子地元に帰った時にドンキホーテの前でこう家族でね、買い物してダン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 キーって言って通り過ぎたら、通りすがってすれ違った人がダンキーホーテって言ってくれたらしいんですよ。あ、なるほどね、いい街と思って、最高じゃんと思いました。え、どこ、 え、あ、それ兵庫、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 兵庫らしいです、その時は。そう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 待って待ってほろ酔いの缶片手に、あ、さとみね、そうそうそう、この間あのインスタに来てくれた時にね、親族に見られるのどうですか。だってどうですか。親族に見られないんで僕。え、なんで。この配信とかでしょ、とか YouTube とか。僕はないですね、多分。絶対見てると思うよ、ちらっと見てると思うけど、うん、あの多分見てないですね。見てないんだ、うん、あの僕の母はあの別に夢中な人がいるえ、それはどういったジャンルの方なんですか。ピアニスト。あ、そうなんだ、クラシックのピアニストで、もう夢中なんですね。そう、夢中な人の、もう実家帰るとその話ばっかりしてツイッターフォローしてて、その人、多分俺のツイッターフォローしてないけど母親え、苗字 K さんかな、その人。ん、 K さんかな、 K その人違うかな、苗字その人、ピアニスト。違いますね、違うか、うん、あのクラシックです。クラシックの人いるんですよ、うん、今の かっこよくて有名な人、清塚さんって人。あー、うん、その牛田くん、牛田智春くんっていう、あの12歳ぐらいから有名な人、うん、めっちゃ可愛い顔してましたよね、そう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 、当時ね。あー、面白い。そうなんだ、全然親とはえ、香里ママはさっきねコメントしてたってことだから、見てるってことですよね。あ、ここにはねいないと思うんだけど、うん、多分どこで見てんだろう、なんていう名前で登録してるか分かんない。アーカイブを見るかもしれない。そう、うん、見てる、見るんじゃないかな。なんか Facebook にコメントしてきたんで、楽しみにしてますって見るんじゃないですか。たまになんか大画面に映して今日も見てますっていう連絡が来たりするんですけど、なんか、うん、とうとう Facebook 覚えてしまったんで、母が。私一回あのミル姉さんってわかります？笑う犬の冒険みたいなミル姉さん覚えてる？うっちゃんの、はい、そう、うっちゃんが桃井かおりの真似して喋ってあの牛の格好して、なんかこう新作ビデオとかおすすめビデオを紹介するっていうコーナーがあって、今年牛年だから私そのメイクをガチでやったんですよ。あのチャコットの白いこう白いを塗って、黒い縁を描いて、でその写真載っけて、画商って書いたやつの写真を今年の頭乗っけたら、それに母がいいねしてきて、いいねしてきたのも恥ずかしいんだけど、なんかシェアされててシェアやめてと思って、もう母のシェアなんて別に誰も見ないと思うけど、それをねさらにね、なんか母にシェアされてましたって書いたら、母から LINE が来て、いや全然そんな見てないからみたいな、よくわかんない、こうあたふたしたこう弁解が来たんで、いやいいよもういいよ、チェックしてるんだろ、分かったよって言って、ミル姉さんか。そう、ね、覚えてる人、まあこの世代とか、もうちょい上とかは、そうだね、アラサーちょい上、うん、そうだよね。小瀬さとみは知らないかもしれないですね、ミル姉さん。あ、知らないかも、確かに。ちょうどだってもう終わってた頃、どうだろう、うん、子供よりも別の配信あ、母これなんだ、
母この名前でやってる、これ母なの、今自分でそこに書いちゃってるの。そう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 、お世話になっておりますお世話していただいております、本当に。あ、でも私じゃあそうだ、ここでなんでこういう風にやることになったかっていう慣れ初めぐらい話してもいいかな、もうちょっとね。すごい、でもなんか見てる人増えてるからさ、チラ見してる人結構いるんだね。あ、そうです、 YouTube は嬉しい。すごい、私のだって登録者数93人しかいないのでさ、あ、90人しかいないのに93人も見て通りすがってくれて嬉しい。ヨッシーの方からも来てくれてるかもね、たくさん、もしかしたら。いや、あん、ど、あ、どうかな、そういう感じもあんのかな、かもしれない、わかんない。おすすめに、やっぱライブ配信やってて、おすすめに出るんで。あ、そうなんだ、うん、進んじゃってるかな。いやいや、あの最初なんか、でもどこで出会ったかちょっと覚えてないんです、一番最初って。多分どこだろうわかんないでしょ。僕はあの某ライブだと思ってたら、違うよね、その前に会ってる、その前に会ってます、コントレールとかで会ってるっていう話をされたんですけど、その前から、うん、名前も知ってて、そうだ、そう、さとみちゃんと一緒にやってたので知ってて、アレンジこういうのやってるみたいな知ってて、どんな人なんだろうぐらい思ってたから、そう、一回酔っ払ってた時に会ったんですよ、最初。そうだから僕覚えてないんですね、その時多分でもなんか普通に、なんか普通ちょっと喋ったんですよ、ちょっとどうもぐらいな、イエーイみたいなノリで、ウェーイみたいな感じだったんですけど、その後なんか、あ、なんか思って、なんかそう、動画見てたらさ、すごいなんていうの、なんかシビアな感じっていうか、なんていうか、そのあのでアレンジもすごいなんかさ、えぐいから、なんかこの人相当なんかこう、えぐい人なのかな、えぐい人なんだと思ってて、その時僕も YouTube やってました、いろいろやっ、いや、いろいろまだあのクロス 2U の弾き語りのやつとかの時代かな、演奏動画ちょろちょろ上げてたぐらいか、ちょろちょろ上げてた感じで、私はそれを見てて、でなんかね、ちょうど多分そのスケールのやつとかをやり始める、いや、もうちょっと後だわそれは、で、そうだそうだ多分、なんかうわ面白い、なんかその話聞いてた感じとすごいこうギャップがあって、あ、なんだ、柔らかくて面白そうな方と、ギャップ攻撃、ギャップ攻撃したんだね、じゃあでも酔っ払ってた時でよかったよね、最初が多分、むしろね、なんだ砕けた面白い人じゃんみたいな、ウェイみたいなって、年がね、なんか2個しか違わなくて、すごい近くて、私すごい年上だって勝手に思ってたんですよ、すいませんいやいやなんですけど、そっからね、なんか他のライブのお客さんとして行ってるのであって、その時ちょっと喋って、そうですね、うんうんうん、確かに、ね、うん、そしたらなんかその時からちょうどオンラインサロンとか YouTube とかすごくやりだしてて、やりますみたいな、ああ多分ね、そうですね、で私もすごいそんな興味があったんですよ、そうだ、オンラインサロンの話聞いてたんだ、うん、あなたに、うん、始める直前ぐらいに、そうでしたっけ、ホリエモンサロンに入ってたことがあったって言ってたから、そう、私 HIU っていうね、ホリエモンのオンラインサロンに入ってたって言ってたから、うん、なんか聞いた気がする、そう、私もすごい興味があってやりたいけど、やっぱ明確にどうしたいかないのに やるのはちょっと違うと思ってたり、それも含めて話して、そこでなんか結構盛り上がった気がしてて、なんかあんまりジャズミュージシャンでそういうことにこうね、あんまりこう気をこう回せる人が少ないっていうか、その悪い意味じゃなくて、まあまあまあ興味 のある人は、あ、そうそうそうそ そうです、ね、あんまりいなくて当時で、私興味あったけどあんまり言い出せなくてっていうか、この辺とあと誰だろう、まあさっき出てた小瀬さとみちゃんもちょろっとその辺は興味 あと放送島ひな子さんぐらい、あで SNS にバンバンこうアウトプットできるタイプの人がすごい少なくて、あ、こんな面白い人いるんだと思って、もう私も 何かあったらなんかこれはどうしてるんですかみたいな、どうなんですかなんですかみたいな、もういろいろね、オンラインサロン確かにやろうとしてましたね、そう一瞬ね、今もね、でもやろうとして、もういよいよもうやっとあの形が分かってきた感じで、はい、意を決してやるんですけど、またね、どうなんだろう、でもすごいね、今ここに人が集まる時代じゃないですか、本当にはい、いや本当そうなんだ、ホリエモンみたいな話をし、いやいや違う、ホリエモンそんな話しないもんだって、うん、ホリエモンもっとホリエモンチャンネルとか見てたら、まあくだらないねとかで普通にバシって切って終わったりとかするから面白いですけど、こうですね、こうですよね、本田圭佑ですね、まさにどういうこと、こうです、こうって言ってた、そんなこと言ってました、この力をね、いやまあいいです、はい、それはまあでもそうなんですよ、はい、確かに個人なんですよ、はい、レーベルとかが、うん、会社とかが SNS やってもね、ファンつきにくいですからね、いや本当にね、うん、あまりなんかもうだからどっかに所属する必要性がね、こうなくなってきてるっていうかね、はい、うん、西野さんも吉本辞めたことですし、確かになんかすごく
ドキドキのニュースでしたね。面白かった、うん、あすごい、なんか母が素敵なギターありがとうございます、お世話になります、お世話になります、お世話になっておりますこちらこそ。なんですごい精力的にいろんなことを本当に勉強しててですね、もう本当面白い方なんでございます。ギターはねもちろんなんですけど、あのもう配信もねすごいよね、よくここまで独学っていうかさ、独学ですよね、たどり着いたよね、すごい。ああまあまあ、でもそうですね、カメラとかはもう本当あの YouTube 始めてからなので、やったのはもう F 値とかねもう全然分かんなかったですからね、うん、先駆けでしたもんね、さもうさっさとさ一眼買ってさ、これ買いました、あれ買いました、どんどんね発表してくれるからね、もうみんなに知識をこうねくれるからね、ありがたい。ああもうこういうのやるのよって、そう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 、うん、あすごい。配信はでも早かったですね、コロナで自粛になった時に、うん、あのやりだしたのは、まあそれも誘ってもらったから、僕が あの技術面とか勉強してやっただけなんですけど、ナチレミさんに声をかけて、あーありましたね、いただいたから、はい、そのいろいろじゃあやるかっつって、だって遠隔のさ4月、ね、4月ぐらいにも結構やってたんで、うんうんうん、すごいよね、遠隔操作して、遠隔操作っていうか遠隔でね、デュエットするようなやつとかさ、すごかったです ねいやなんか、はい、やってるといろいろとね、なんかうん、そうですね、遠隔セッションやってたことでなんかいただいた機会は多かったですね、なんかこういうの、そうですよね、あそこまでできる人なかなかいないと思うし、いやすごい大きいねジャズフェスティバルも成功させてましたしね、すごいなと思います本当に。僕はでもあれは雑用やってただけなんですけど、ね、いやでもねすごい雑用してくれるよね、なんか雑用すごくすごいよね、雑用してくれる、雑用すごい、なんか私この間配信ねすごい頼んだんですけど、あのちょっとあセイブザセイブジャズミュージシャンのやつ、はい、はい、もう照明さんかっていうぐらいいろいろやってくれました、ね、あそうですね、あれはでも鹿児島ジャズの経験は行きましたね、いやすごかったっ、照明は照明大事だよね、もうギター弾いてる時間より照明やってくれてる時間が圧倒的に長かったんで、うん、あの時は面白かったな、なんかね、でも今後なんかまた私も こうやって配信できるようになりたいんで、ちょっと今日いろいろ学んで、はい、やりたいと思いますので、またお願いします。はい、またまたこれやんの、ま、これ大変だな、うん、セッティング、あでもねもう大体分かったら、うん、ここからやり方がね、じゃマルスでもできるね、うん、マルスではできますね、はい、ここなんか絵面もいいですよね、ねえ、あったかくてね、うん、いいですよね、伊藤香織カメラが、あそう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 、うん、すごいね、クオリティが高いんで、これねこれほんすごいよねこれ何この天使の輪が できてるじゃん、なんて言うんだっけこの髪の毛の、ここ、ね、え天使の輪って、あキューティクル、キューティクル、キューティクル、はい、はい、まあ生まれつきキューティクルがいっぱいあるんで、うん、申し訳ない、生まれつきしょうがないですけどね、生まれつき、はい、ありがとうございます皆さん、というわけで、というわけでこれで終わっちゃうんです実は、でもう一曲みたいなところがあると思うでしょう、もうないんです次もあるの、次ねやりたい、なんかでもピアノね弾き語りとかしたら、またすげえ大変になりますね、そうだよね、なんか多分ここでさまたマイクつけたら、一人でやってそれでもね、そう目標は一人でやれるようになるですけど、でもやっぱデュオっていうかしたいですけどね、お願いしますよそう言わず、じゃあ僕カメラマンじゃあ頑張ります。カメラマンやるとちょっと楽しいです、ね、楽しい、楽しいんですよ、しかも音楽っていうか曲も知ってること多いから、ここかな、あここかなっていう、でも、ね、こうカメラマンとこのスイッチングを同時になかなかできないんで、うん、なるほどなるほど、あなんか切れたよ、本当だ、電池かな、電源かな、か別のカメラにしてください、はいはい、うん、それだったら大丈夫、私カメラ、うん、もうこれでじゃあ終わっていきましょう、はい、分かった、皆さんありがとうごめんね、なんかグダグダだから、ちょっと後でまたアンコール、アンコールか、ちょ一瞬だけ、一瞬だけワンコーラスとかにします、ああいいですよ、何しましょう、ムーンリバーとかしましょう、G でお願いします。も
other than a mile. I'm crushing you in style someday. I'll dream maker, you heartbreaker. Wherever you're going, I'm going your way. 2 drifters of this city world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting around a bend, my huckleberry friend.私しか映ってないけど、じゃあこういうだから遠隔でやってるみたいになってるね。松原よしふみ、パチ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 、そして私伊藤香織でお届けいたしました。皆さんありがとう、またまたお会いしましょう。ありがとうございます。あれこっちだ、ありがとう。